こんにちは、タカさんです。今回はまた、市川児童相談所、二瓶仁所長のところなんですけども、お子さんがお父さんを返してほしいという悲痛な訴えを聞きました。はい。この事件を解説して、いかにこの市川児童相談所の幹部職員が不誠実な対応を取り続けているかという点について、事実を明らかにしていきたいと思います。はい。最初にね、まず、厚生労働省のガイドラインには、子供の意思の尊重って書いてあるんですけども、話聞かないですよね、子供たちの話。こういった悲痛な訴えをしてても、話は聞かないんです。はい。もう一回、千葉県の市川児童相談所の幹部職員確認していきましょうか。はい。この所長は栗原美也さん死なせた件で文書訓告という軽い処分のみで済まされて、自民党の岸田議員が軽すぎると言っている二瓶仁所長です。はい。そして、ここの主席児童福祉司で、次長が青木さとみ次長。はい。ふーん、はいって言いながら人の話を聞きながら、この子供たちの一時保護所のひどい状況をあなたの推測とまで言い切った、はい、完全に子供の声を聞く気のない方です。はい、そして、ここの次長、松島隆さんが次長をさらに務めて、次長2人になります。はい、そして、調査課が並木桃子、課長です。この方も私お話ししたことありますけども、とても厚生労働省のガイドラインを熟知しているようにも思えませんし、それほど頭が切れるといった印象は受けません。もう本当どうしようもない感じがします、ここの児童相談所。もう幹部職員のレベルが総じて低いとしか言いようがありません。そのくせわけのわからないことを言ってくる。で、我々のこういった知恵を一切聞こうとしない。自分たちの権限を振りかざすのみといった状況になっています。はい。この子供のお父さんを介しての訴えというところなんですけども、この子は、まず小学校から、一時保護されたんですけども、性的虐待の疑い、小学校でたまたま性的な話題が出たので、お父さんから何かされたんじゃないかと職員が思っただけで、とりあえず、児童通告という形でしちゃったんですね。性的虐待については、文部科学省から結局この学校の教育委員会、学校に対して、性的虐待の疑いの時は調査をせずにすぐに通告してくださいということになってますので、よく調べもしないで通告した結果保護、そのまま保護という形を取ってしまったんです、この市川児童相談所。はい。調査のための保護ということで、安易に保護するんです。はい。安易に保護してしまった結果、この性的虐待の実害も証拠も一切出なかったわけですよ。出れば刑事事件ですので、場合によってはそのお父さん逮捕されるわけですよ。全く出てきませんでした。刑事事件の証拠なし。はい。で、さらに、ここに保護所に入れられてる際に、子供がお父さんからそういった虐待を受けていて、お父さんと一緒にいるのが嫌だというような説明を、児童相談所から説明があったわけです。でも、この一時保護解除後に、お子さんから聞いた内容も、他のお子さんから、もっと大きな子供から聞いた、ここの市川児童相談所の一時保護所の内部の状況を考えると、あのようなひどい状態で、保護所の中に閉じ込められてて、精神的に追い込まれていたら、事実ではないことを子供が口にしたのを、それを切り取って、こうやってやることは十分考えられる話です。もう録音、録画一切ないですから、もうどんな証言でも取れますよね。で、しかも民法上は小さな子供の証言は証言能力として認められないわけですよ。証拠としての能力はない。つまり虐待の証拠としては証拠にならないわけですよ。一切ないわけですよ。つまり、こういった子供が言っていたって、小さな子が言っていた。証拠にならないわけですよ。一切証拠もない、虐待の証拠も一切なかった。それがこの事件の背景なわけです。証拠一切なし。で、保護者側は、とりあえずとにかく子供を返してもらうことを優先ということで、父親の別居を提案。で、この児童福祉司さんは、まあ確かにその案だったら、保護解除にすべきだよねってことで会議に挙げてくれたらしいんです。会議で、全然そこで決断できないわけですよ。なぜ？お父さん、別居、条件出してるのに、なんですぐ保護解除できないんですか？子供のこと考えてるんですかって。長期間閉じ込めちゃいけない、子供を苦しめる行為をやってはいけないと言ってるにもかかわらず、反する行為をしてるわけですよ、この幹部の方たち。こういった、一時保護解除を引き延ばした行為。そして、やっと解除された後に、子供からこういった一時保護上のひどい状況、こういった児童相談所から説明を受けたような証言とかそういうのは一切したつもりもないし、お父さんに会いたいと言っていることが分かって、市川児童相談所の調査課、並木桃子調査課長の調査結果がでたらめであるということがはっきりしたわけであります。調査課としての能力がないことがはっきりしました。でも調査と言えません。こんなひどい状態の保護所で、精神的に追い込んだ状態で誘導尋問かけるような感じで、言葉尻の一つ一つ切り取って、虐待の兆候だなんて言っても、こんなのでたらめに決まってるじゃありませんか。はい。もっと子供がリラックスした状態で、自然な形で出るようにしなきゃいけないのに、もうひどい状態なんですよ、一時保護所。市川児童相談所の一時保護所も、柏児童相談所の一時保護所も、ひどい状態。一時保護所の中が不衛生、食事もひどい、そして精神的に追い込むような言葉、死後の禁止、もういろいろあるわけですよ。もう追い込まれてるわけですよ。そういった状況で誘導尋問かけるようなことをすれば、子供はそこから出してほしいので、いくらでも言うこと聞こうとします。言うこと聞くから出してですよ。もうそのぐらい追い込まれてるわけですよ。そういった状況での、しかも小さな子供の証言なんていうものは、全く証拠能力としてはありません。司法の世界では常識です。はい。そういった状況で解除を渋ったのは、これは結局、こうやって一時保護解除された時に、虐待がなかったことがバレるのが嫌だったんじゃないでしょうかね、この方たち。返したら、子供を言いますよね。虐待なんかされてない。お父さんから何もされてない。それどころか、一時保護所がひどい状態で、こっちの方が虐待で、しかも、お父さんに会いたいのに会わせてくれないと。もう、全部でたらめっていうのが証言されちゃいますよね。だから保護解除渋ったんじゃないですかという疑いすらあります。はい。それでは、このお子さんの声、お父さんに会いたいという声、聞いてもらえますか。顔は出しませんし、音声も変えてあります。それでは、どうぞ。パパを戻してくんないから、だからもう行きたくないっていう、パパを戻してくんないから、だからもう行きたくない。それで話もしたくないですか？うん。もうパパを戻すんだったら、パパを戻すんだったらお話ししていいけど、だけど、まだ戻してくんないから、だからお話はしたくない。誰と一緒だったら一緒にじゃあお話ししに行ってくれる？ママと2人じゃやるんでしょ？だからおじさんがついてたおじさんと先生のところに行って、先生ってママたちの先生のことかな？うん。